はい、コリちゃん、今日もまたお金についての話をしていきます。この間はお金を使 うポイントを7選ということで紹介したんですけれども、今回は幸せになれる買い物っていうね、なんか怪しい壺を売りつけるんじゃないかみたいなタイトルかもしれないですけど、そんなことでは決してなくて、皆さんが買い物をするときにこういう買い方をすると幸福度が高まっていきますよとか、お金を使ってよかったらもう一回やろうかなっていうような、繰り返し使うときにいけるような、そんなお話になっていきます。で、これは何かっていうと、ただ単純に前もお話をしたんですけど、物を買うっていうのは非常にもったいないんですよ。なんでかっていうと、すぐに飽きてしまうからですね。だから物ばっかりをこう買うっていうのは、まあ当然必要最低限のものを買う必要っていうのはあるんですけど、そうじゃないものに関して買わずに、できるだけ皆さん自身の経験体験に使いましょうということなんですよね。なんでかっていうと、ギターを買いますとか限定品の靴を買いますってなったとしても、ギターで真剣に本気でそれで趣味にするとか、それで食っていくっていうふうに練習する人だったらいいんですけど、大概はギタースタンドにこう立てかけておくだけの、なんかあれ元々の使う用途違うよねと、ただの飾りになってませんっていう感じになっちゃうんですよね。そうじゃなくて、やっぱりギターを買うんだったら、その音楽をこう身につけていくっていうか、体験のために買うんだったらいいんですけど、ただかっこいいから買うっていうのは、これはまあちょっと残念な買い方ですよねっていう話なんですよね。だから限定品の靴を買うっていうのも、かっこいいからすり減ってったりとか、泥がついて汚れたりとかするともったいないからって、結局靴箱の中にシュンってこう中に入っているだけになってしまったりするんで、それはもう非常にもったいないですよ。やっぱ靴だったら履かないと。幸福度を高める買い物のキーワードとして、経験的アイテムっていうものがあります。ですからギターであれば、さっき言ったように弾けるようになってバンドを組むっていう、その弾くとかバンドを組むっていう経験のためにギターを買うとか、あるいは靴だったらランニングして健康的になる、だったらランニングという経験と健康になるという体験をするべきっていうことなんですよね。だから商品がもたらす目的っていうものがポイントになってくるんですよ。だから何を買うにしても、これを手に入れること自体に満足をするんじゃなくて、手に入れた先にそれを使うことによってどういう経験体験を得られるかっていうのがポイントになってくると。これが経験的アイテムの買い方っていうところですね。じゃあそのポイントって何なのかと、3つあって、1つが他人との結びつきが強くなるものですね。はい。で、2つ目がスキルの上達が見込めるもの、そして3つ目に自主性が発揮できるっていうものです。これ例えば靴の話でいくと、靴を買います。そうすると靴を買ったから、じゃあランニングをしようって言って運動の習慣が身につきますよね。この運動習慣を身につけるっていう行為が自主性を高めてくれるということです。それから体力とか筋肉がつくっていうことは、スキルが発達していくっていうことですよね。そして3つ目に走る仲間が見つかる。お、何々さん昨日走ってましたよね、どうです、なんなら3キロ一緒に走りませんか、あ、いいですねって言って一緒に走っていく、ね、結びつきが強くなるってことですね。他人との結びつきが強くなるということで、まあ、こういう経験をするために物を買うっていうのは全然ありなんですよね。ですから皆さんがこれを物を買うときに、それを買うこと自体に満足をしてしまうのか、それともそれを買うことによって、それを使うことによって私は満足できるんだろうかっていうポイントで見極めていただけるといいかなというふうに思います。ですから物を買うのではなくて経験を買いましょうと。経験ではなくて物を買うこと自体に満足をしてしまうと、うちの父親みたいにウクレレを買って満足して棚にずっとしまっておいて、楽譜も買ったのにその下に敷かれているという状態になってしまいますから、それはぜひですね、避けていただいて、どうせ買うなら、皆さん自身のスキルアップとか、他の仲間を見つけるとか、あるいは自主性を高めるとか、そういうポイントに使っていただけると幸福度っていうのが高まっていきますよという、そんなお話でした。ということで本日の動画以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。